おい、同期にチャップリンいたんかい。一言もしゃべんねん、動きで笑い取りやがって。佐久間さんじゃねえか、これ。いいのか、そんな無断で引き伸ばしてフリップにして、お前。安定感あるわ。あやばい。何しに来た。すごいすごいすごい。何？どうすればいいの？鼻息あら。なあ、ブラジルの道端か。なあ、喋れよ。まだ一言も喋ってないよ、クリ。ねえ。ああ、すごい。ゴールもねえしよ、いろんな意味で。意外と口頭テックはできてねえんだよ、全部。やろうとしてることはわかるけど、全部失敗してるよ、今んとこクリ。あ、本気出すってことね、パーカー脱いで。一言も喋ってないからな。拒入りって書いてある。これ、僕が加入する前のトンツカタンがやってたネタじゃねえか、これ。ねえ、え、拒否入りでまたやんのこれ。なんだこいつ。おい、同期にチャップリンいたんかい。どこともしゃべんの、動きで笑い取りやがって。ねえ、いくよ。はい、できないね。あー、すごいすごいすごい。あー、すごいすごい。あ、できたね、すごい。で、何ねえ、見せつけられたけど。おい、ちょ、どこ行くんだクリ。え、舞台モードクリ。あ、すごいすごい。え、なんでこっちの方が軽快なの。ほぼタップ。おい、どこ行くクリ。コスパ悪。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧いただきましたじゃないのよ。まあ、前半パートはちょっと俺がモテたいからやったパートで。モテんよあれじゃ。でもやっぱり何フリップ持ってきてあんた。いや、やっぱりね、うん、芸人でやっぱり知らない方も多いかもしれないけど、はい、一番付き合い長いからね。そうね、養成所時代からずっと一緒でしたから、うん、だからね、ちょっと栗谷クイズ。栗谷クイズ、うん、クイズ史上最もワクワクしないでおなじみ。これ全問正解したら、うん、プレゼント。何？全問正解したらちょっと、うん、栗谷のお弁当箱プレゼント。既製のお弁当箱に栗貼っただけじゃない、それ。あ、違う違う、これがなんか貼られてた、そのこれ。元はこれだったんだけど、元はこれ。これを買って、これを買ったらピンクのやつがついてきた。お、全問正解したら。まるでモチベーションにならんね。いきます。お、栗谷クイズ。うわ、かっこいいね、あなたね。じゃあ第1問。待って、表紙。これ表紙だよ。なんでこれ、なんだよ。クイズの表紙。これ表紙だよ。なんだよ。第1問、じゃじゃん。いいですね。この時の芸名を答えよう。うわ、むず。知るか。シンキングタオイム。え、あ、あるの。まあ、いらな。いらな。ひょうきんくり自撮り、いらな。あ、これひょうきんくりじゃなくて、何？鉄腕アトムのモノマネです。モノマネをなめるなよ、お前。これはね、あんま突っ込まなくていいから。あ、失礼しました。シンキングタイム。邪魔なのよ、だとしたら。これボケてないから。ノイズでしかないから、このシンキングタイム。ただ似てるっていうだけだから。じゃあいいですか？はい。くりくりおめめちゃん。正解は、うん、でーでん、栗谷次第。栗谷次第だ。悔しくもなんともねえや。僕が一番好きな芸名、栗谷次第。ちょっとなんか盛り上がりに欠けるな。いや、十分だよ。ちょっと観覧呼ぼうかな。観覧？観覧のお客さん、ちょっと入って。え？お客さん誰？嘘だろ。相方の菅谷いたんかい。盛り下がるわ、こんなわざとらしい笑い方されたら。いや、観覧として最高だ。笑い下手くそ。ただの観覧じゃないから。
たまにやめて見れんのもしかしてあの大バズりしたあれ見れんの何たまに飽きたらこうやればオッケー見れた前回のワールドカップで大バズりしたあのヘディング見れたたまにボール飛んできたらなるよっていうなんで今日ヘディングと笑い担当ほら笑ってくるめっちゃ盛り上がるめっちゃ盛り上がる嫌なんだけど嫌な笑いなんだけどめっちゃ盛り上がる芯から笑ってない人の笑い方だからさじゃあちょっとクイズ始めるからまたはい分かりましたこの時のあだ名を答えよはいじゃーん出た栗谷が学生時代やんちゃしてた頃のプリクラで唯一ねいや操るなって観覧の笑い操るな仲間外れ感がある二十、ね、歳二十歳これそう二十歳でヤンキーになったから二十歳でヤンキーデビューしたもんそうそうそう遅咲きね随分遅咲きビエリと一緒いやサッカーだけツボじゃんインテルの喋った受けるからやりやすい。いやこっちの受け重視してこっちの受けおろそかになってないか。シンキングタイム。何？いらねえ。これ森本と一緒に行った旅行。行ったよねこれね。人生で一。おいらねえ。お客さんの前のめり感。深夜通販だよ。人生。やりやすいわどこがだよやすいこれ人生で一番盛り上がらなかった旅行ね盛り上がらなかったね、うん、あシンキングタイムだこれ素晴らしいあでもあれじゃないそれこそ栗じゃん確か人力車の1年目の時に栗谷のコンビが新ネタライブやるってなったら、うん、それを聞きつけたやんちゃな人たちがビール飲みながら会場前に来ておい、栗いんのおい、栗って栗谷が急いでやってきてごめん、帰って帰ってって言ったでおなじみこいつらねこいつらが来ておい、栗いねえの、栗って当時コントやっててそのカカロニって言って暗転してる時にこいつらが栗行けって言って東京リベンジャーズかそっから全く受けなかったよみんな怖くなって正解あ、正解クリ正解だよね、そっからだって僕クリって呼び始めたそう、うん、あありがとうございますオッケーなんだよこの流れ何このパス回しこれ次しかも正確すぎない僕へのヘディングいやそれはもうヘディングの正確さすごいわそれだってあのセネガル代表のあのスピードのボールを正確に右に16強って書いてこんなもんじゃないよあのそうだよ、ね、回転見たボールのうわ回転をこうやってやってたあれをさ頭で行こうと思わないもんねそうだよでこれ、はい、もう一瞬で一瞬しか見せないんですよ、うん、一瞬元の写真は誰でしょう、はい、ベン1、2、3ベン東京ホテイソンのショーゴ正解すげえおもういいってこれ正確だな胸元に飛んできやがる、じゃあ次この時の、栗谷の悩みはこれあれだよねピン芸人時代だよねギリコンビかなギリコンビ か, だから見た目でしか笑いが取れなくなっちゃった正解は、うんキャラがないと思ってあるだろキャラしかねえだろむしろキャラ引いたら何も残んねえぞお前続いてはじゃあ、あれ、あ、くっついちゃってるくっついちゃってるくっついちゃってるってはいでこの時僕が好きだった芸能人は誰でしょう、はい、いやこんなのタムケンさんに決まってるじゃんねえ今までで一番受けたねこれ一番受けたんだ、うん今までっていうのは人生で人生でうるせえシンキングタイプそろそろうるせえ佐久間さんじゃねえかこれ一瞬分かんなかったわいいのかそんな無断で引き伸ばしてフリップにしてお前正解ははいタムケンさんでしょ海老原由里でしたエビちゃんここワーハーじゃないのモデルのエビちゃんっていうツッコミにあそんなツッコミ出るんだっていう兵だ関心そう関心の兵なんだそうで、これ最後の問題になっちゃうかなおう、うん、
いいですね。すがです。俺、じゃん。いや、僕じゃねえかよ。やめとけよ。なあ。この時の栗谷の副業は、わかりました。ズバリ、舞台監督。正解。よっしゃ。おトンツカタン第1回単独ライブの、はい、舞台監督を僕がやりました。誰々、会場整理、誰々、舞台の袖いて、誰々、なんとかしてってやってたんですけど、うん、そのシーバーどこともつながってなかった、うん、はい、という感じですかね。いやー、ありがとうございます。まあ、あとなんかおまけの、その思春期栗谷と目線外すないでしょ、前に思春期ですね、うん、今と変わんないね、なんかその、うん、スタンス。あとこれとかね、うん、いや、寝起きやしらきじゃねえかなんでナチュラルにガクガリになってんだよどんなボリューム感でやってんだ部屋ということで、まだ100にならないから。何だったんだ今の、そのクイズの後のおまけの時間。ごめんな、ちょ最後にさ、ちょっと俺らネタはちょっと見てくれよ。カカロニのネタ、うん、やんのこれから、うん、ちょっといいかな。遠藤なんだいいかな。舞台衣装に着替えるとかじゃなくてアウターを着るなんだ。用意スタートって言ってもらっていい？じゃあカカロニのネタです。用意スタート。151、サッカーじゃねえのかよ。152153。おい、ちょっとなんだよ急に。そうだろ、勝手に入んないでくれるかな。あ、すいません、今日入部希望できました。入部希望なの？はい。いやでもね、うちの部活めちゃくちゃ厳しいよ。はい。1年生とかすぐ辞めるからね。あ、そんじょそこらのやつと一緒にしないでください。あ、俺はもう絶対に部活なんか辞めませんよ。やる気あるね。はい。名前は？自分、霧島って言います。辞めないよね。うちらの初期のネタじゃねえか。辞めないですよ。トンツカタンの初期も初期のネタ。辞めないよね。霧島部活辞めるっていうか、うん、めちゃくちゃヒットしてた時のネタだから、あんまピンとこないだろ、うん、部活辞めるとリンクしないだろ、うん、まあでも大丈夫、できんのね、はい、大丈夫です、はい、ポジションもセンター希望です。センター？はい、うん、必ずレギュラー取ってこのチームの不動のセンターになります、うん、前田敦子のように。辞めないよね。いや、前田敦子さんが辞める辞めないの時のネタだからピンとこないだろう。辞めないよね。じゃあちょっと僕の練習見てください。僕の実力見せてやりますよ。辞めないよね辞めないよね、これ。すいません、今日何この伏線回収感今日代表戦なんで辞めないよね。辞めない。野球だからここ悔しいんだけど、はい、してやられたんだけど。もちろん好きな選手もいます。まあ、いろいろ飛んだん飛んだんこういうボケなのかなと思ったけど飛んだの。もうやめないよね。やめないです。もう やめろ。食いまくってるじゃねえか。もうやめそう。最悪だよ。どうも最悪。あ、なんで飛んだか教えてやろうか。ヘディングさせすぎだよヘディングの数だけセリフが飛んでったんだよなあ何度翼授かる必要があるんだてめえに。どうすんだよこれ。菅谷、お前んじゃねえよ。お前のドリブル見せてやるよ。おいいじゃん。おおおお、すごいすごいすごい。おおおすごい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 。同じ実力かよこいつらどっちかが突出してろや。ウォーミングアップしないか2人と。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。あ、やっぱすごい。安定感あるわ。あー、やばい。お前さ、何しに来た？ネタ飛ばして、レッドブルこぼして。いや、菅谷はやっぱいつも主役、やっぱ主役食われちゃった、今日も。いや、食ってねえよ、別に。ハプニングで注目集めてるだけだよ、ずっと。いや、この前もすごかったよ。ドラマツアーズっていう番組の収録で。はいはいはい。休憩中、うん、北川景子さんに喋りかけて。すごいな。自分が海外行ったエピソードを。え、自分の話したの優しかったな、全部聞いてくれたな。聞き上手、優しかった。あ、もう喋って大丈夫ですか。あ、いいよ。あ、もう喋ってたじゃねえかよ観覧から抜けていいのかなっていう。いや、だいぶ前から抜けてただろう。いや、まあスポット当てたらダメじゃんねえ。ちょっとグリ、どこ行こうとしてるおい、選手交代。選手交代ダメだよお前。もうもう何これ。おい
これ意外と100いかねえもんだな。なっ。なっ。お前がなじゃねえよ。ちょっともう見てらんないわ。あ、何？うん。楽しそうだな、おい。な終わった。あ、100？ 100、100。なんで最後、キャッキャするカカロニ見なきゃいけねえんだよ。なあ。しかめてよ。なんでお前が残ってんだ、菅谷。栗は栗で逃げるように帰りやがって、おい。